アホにもほどがある。うっかりでアメリカから買った戦闘機40機がただの落ち物に、韓国の中隊が世界にさらされる。戦闘機のメンテナンスも他国から見放らされているなんて、韓国はもうどうしようもないな。プライドを捨てて頼み込めばいいのに。高いお金を払って買ったものを結局使わず放置したり、使わなくなってしまう。 誰もが一度はこのような経験をしたことがあるんではないでしょうか。一人の人間の行動なら笑って済むものの、これを国家レベルでやっている国があります。それは韓国です。なんと、韓国が大金を支払って購入した戦闘機 F35 がこのままでは使えなくなる可能性が出てきているのです。今回はそんな韓国の F35 保有の現状について見ていきます。それでは行ってみましょう。 音楽、韓国軍はアメリカのステルス戦闘機 F35A の導入に積極的です。F35A は韓国空軍が保有する唯一のステルス戦闘機で北朝鮮のキム・ジョンン総書記が最も恐れる兵器だと言われています。大気欠長戦抑止力を強化するために購入を検討したのです。その後、2014年に F35A を40機購入する決定を行い、2019年3月に 2機が初めて韓国空軍に納品されて以降、2021年までに全ての納品が終わりました。韓国が F35 に飛びついた理由の一つが価格です。F35 は1機あたり120から130億円すると言われており、日本もこの価格で購入しました。ところがアメリカが韓国に提示した金額は1機あたり100億円、20から30億円も安くなるなんて、 確かにお買い得ですよね。しかし、安いものには安いなりの理由があるものです。韓国が1号機を受け取ってから2年、実戦配置されてから1年3ヶ月経った頃、アメリカからアップデートの打診がありました。その費用は、なんと F35 の3機分に相当する3000億ウォンだったのです。F35 は今回の第1次アップグレードをしないと、第2次、 第三次アップグレードもできない顔をルになっているそうですそのため韓国空軍と防衛事業庁側は仕方なく応じる方向で検討中ですこれについて韓国のネット上では最初から不良品を売ってその輪をアップグレードするつもりだったのかと呆れる声やアフターサービスとかはないの無償アップグレードは普通でしょう 在韓米軍の防衛費もそうだしアメリカは韓国のことを植民地とでも思っているのだろうなどアメリカへの批判的な声も相次ぎました <laughs> 韓国メディアも導入から2年程度しか経過していない F35A について買ったばかりなのにもう費用をかけてアップグレードを行わないといけないのかと批判的に報じています しかし、そもそも格安で買っていますし、F35 のアップグレード自体は開発時から計画されていたものです。実際は韓国政府が購入時に契約内容をしっかり読んでいなかった。可能性が高いのではないかとの憶測も踏んでいます。また、日本が高い料金で買ったことを喜ぶ声も少なくありません。例えば、これは中国のメディアですが、 日本がアメリカから兵器を4割増し以上で買わされてきたという投稿が注目を集めました。投稿では日本が F35 を147機、総額約2兆円で購入する計画について説明。そしてアメリカが日本向けに売る武器、装備は NATO 加盟国との取引に比べて割高で、だいたい1.4から1.5倍だと紹介しました。 日本だけ割り価で販売されているとは、その理由が気になるところですが、割増しの金額も技術提供込みだと考えると安いのではないでしょうか。実際、F35 についても、愛知県にある三菱重工業の F35 最終組み立て施設、FACO が2020年から F35 のアジア太平洋地域の国際整備拠点、MRO&U として運用されています。 つまり、これは一体どういうことなのでしょうか実は F35 は一定の時間が経過すると大規模なメンテナンスやエンジンのオーバーホールなどが欠かせない戦闘機です。しかも、個の作業は導入した国の企業が独自に行うことは禁止されています。ですから、アメリカのフォートワース、イタリアのカメリー、 オーストラリアのウィリアムズタウンに設置された国際整備拠点へ機体を持ち込んでサービスを受けなければならないのです。そして、この国際整備拠点の一つに日本の名古屋が加わったというわけです。自国でメンテナンスができれば、高位、e、輸送費をかけて F35 を運ぶ必要はありません。 たとえ日本が他国より高い価格で F35 を買っていたとしても、長期的にはお釣りが来るほどのメリットなのです。一方で、安く買った韓国は今、メンテナンスをどこに依頼しているのでしょうか実はこれが韓国が現在直面している問題なのです。韓国の F35 も同じく、いずれかの拠点で整備しなければ、国際法上飛ばすことは許されません。では、 一体どこにメンンテナンスを依頼するのでしょうか。韓国から最も近い国際整備拠点は当然ですが日本ですしかし韓国といえばこれまで問題で三菱グループをひたすら攻撃してきましたなんと日程時代の日本の財産の現金化を打ち出し三菱グループ内に徴用工の裁判を起こしていたのです 韓国側が自ら真似にいた時代ではあるものの、韓国にとっては最も頼みづらい相手と言えるでしょう。もしかしたら、韓国は韓国の F35 に盗聴器が仕掛けられるとか、ボルトを一本抜かれるとか、そんな想像もしているかもしれません。これはあくまで韓国的な考え方ですが、自分の国が他の国に報復的にやっていることが韓国では常識です。 このように疑心暗鬼に陥ってしまうのも無理はないでしょう。しかし、日本はどこの国が相手であろうと、憎しみや恨みは一切持たず、真、ま、っ直ぐな整備を完璧にします。それは日本が本当のプロであり、国際信用を得るためには、何が一番重要なのかを知っているからです。 まあ普通に考えたら日本がそんなことをするはずがないんですがね。日本のファコが国際整備拠点として運用されることが決まった際に、NHK は航空自衛隊の F-35 だけでなく、在日米軍、在韓米軍、韓国空軍の F-35 も受け入れる予定だと報じました。これは防衛省の説明を引用したものです。ところがこれを韓国空軍がすぐに否定、 自国ではできないメンテナンスを引き受けるという韓国側からしたらありがたい話であるのせいにどうして否定するのでしょうか。韓国側はこう主張しています。韓国の F-35 の整備に関しての決定を下すのは韓国軍であり、日本の拠点利用に関しては日本やアメリカから正式なオファーがないと言い出したのです。一体韓国は何様のつもりなのでしょうか。このニュースを見た誰もがそう思ったはずです。 まるで日本がアパンを下げるなら韓国の F35 を整備させてあげると言わんばかりの態度ですね別に日本としては韓国の F35 をメンテナンスしなくても構わないのですが隣国である以上手を差し伸べたはずが事態は思わぬ方向に進むことになりました日本でのメンテナンスを拒否するとなれば次は一体どの国に国際整備拠点を置くのでしょうか 一説でははままず考えられれるのはオーストラリアだと言われていますしかし、そう簡単な話ではありません。韓国とオーストラリアの片道は約 8,500km、往復で約1万 7,000km もあるのです。しかも、おそらく一度の飛行ではオーストラリアのウィリアムズタウンにある国際整備拠点へ直行できません。 韓国の青州空軍基地からアメリカのグアム空軍基地、豪州のタウンズビル空軍基地を経由して飛行するのが現実的なのです。そのため最低でも3日、往復では6日はかかってしまいます。しかも一度に何機の戦闘機を持っていけるかは分かりませんが、必要な時に必要な分だけのメンテナンスができないことも欠点視されます。 隣国でで済まませるることとををわわざわざお金や時間を無駄にしてまでするとは韓国側からしたら正式なオファーがないからという理由だけでやってのけようとするのですから韓国がいかにプライドが高い国であるかがよくわかります同じように日本と仲違いしたせいで韓国軍が損したケースは他にもあります例えば 韓国陸軍が1999年から2000年に導入した12機のドイツ製偵察ヘリ b o − 0このヘリの標的補足探知装置が故障して修理もできない状態にあるそうです。BO− 異言語は t a d s を使って夜間にも標的機を補足できるのが売りでしたが故障のために夜間のせい、い偵察は難しく探索ができるのは昼間に肉眼でのみ。 これによって韓国は1200億ウォンの血税を無駄にしました。巨額の血税を投じて輸入した偏察ヘリがすでに6年近くにわたり事実上任務遂行が不可能になっているのです。それにもかかわらず、韓国政府は2021年だけでも修理部品の購入や韓国国外での整備など、およそ37億ウォン税近い予算を組んでいたことも発表しています。 こうした数々の戦闘機や偏察機にメンテナンスはつきものですが購入前にそうした計画を立てなかったのか素泥目線ではありますが非常に不思議なものですそして BO1&5 を早期退役させるのか引き続き運用させるのかをめぐっては韓国陸軍本部と合同参謀本部が争っていることも報じられていますまたこうした韓国軍の対応には専門家からも批判的なコメントが続きました サービスなしで運用される b o 8 5には、偵察ヘリとしての価値がない。陸軍の主力ヘリである 500MD は、何十年も運用されているのに、20年しか経っていない b o 8 5が、事実上、任務不可能な状態に陥った。性能分析や必要な定期整備を万全に行うべき軍が、国民の血税を浪費しているといった意見など、国内外を問わず、大きな波紋を呼びました。 また、このトラブルは自衛隊に相談すれば解決の糸口を得られたのではないかと言われています。日本にはどうしても相談したくなかったのでしょうか。ここでも韓国のプライドの高さが浮き彫りになったと言えそうです。このように日韓の防衛協力にまつわるエピソードは他にもあります。 これは2018年12月に起こった韓国海軍艦艇による海上 GHA 対象海域 PG へのレーダー照射事件のこと。日本国内だけでなく大きな問題となったため記憶している人もいるのではないでしょうか。 この事件は、滝島北東160キロメートルの海上で、韓国軍の3,900トン級駆逐艦、高海道大王によって、攻撃を意図する火器管制レーダーが照射されたものです。事態を重く見た当時の岩屋防衛省は、事件の内容を公表し、極めて危険な行為だと強く批判しました。そのの上で、で韓国側に再発防止を求めたのです。 しかし、もちろん韓国側はこの日本の主張に反論しました。日本側が火気管制レーダーの照射があったと抗議したのに対し、韓国側は使用したのは捜索レーダーで哨戒機を追跡する目的ではない。北朝鮮の遭難船のためにレーダーを稼働したのを日本側が誤解したと弁明しました。さらに韓国側は海上自衛隊の哨戒機が高度150メートル、距離 500メートルにまで接近し、威嚇飛行を行ったとも主張、それに対し、日本側は、P. アンが撮影した事件当時の映像や音声記録を公開しました。さらに、12月27日に行われた実務者協議において、韓国側と証拠を突き合わせて共同で検証することを発表しましたが、韓国側はなんとこれを拒否。 この韓国側の姿勢には、レーダー庁舎を一貫して否定してきた韓国側が引っ込みがつかなくなったという見解も出ているほどです。これを受けて、日本側は2019年1月に、韓国側が事実と骨栄をなる主張を繰り返している。客観的、中立的な事実確認に応じる姿勢が見られないという最終見解を発表しました。 このように両者は全く正反対の主張を繰り返していることから日韓の防衛協力は途絶えたも同然なのです日本に頼れないせいで韓国はどんどん追い詰められているのがこれで分かりますねそもそもアメリカが韓国にも日本並みの技術提供を行っていればこんなことにはならなかったはずですしかしアメリカは韓国への技術提供をかなり厳しく制限しています 2014年に韓国は次期主力戦闘機として F35 を40機購入する契約を回しましたパッツェ国はその際自国の戦闘機 KFX 開発のために必要な25の技術提供を依頼しましたがアメリカ側によりそのうち4つの革新技術の提供が拒否されましたこの4つの技術は戦闘機の根幹ともいえる超最先端システムです F35 のメンテナンスについては、国際整備拠点を韓国内にも置かせてもらえればいいという意見もありましたが、革新技術さ、え、教えてもらえないのですから、ほぼ絶望的ですね。日本と韓国に対するアメリカの態度は、なぜここまで差がついているのでしょうか。その理由は他でもなく、韓国のこれまでの屋内にあります。 韓国は協定を何度も破り、最先端技術に関するアメリカが指定するブラックボックスを何度も開けてきたのです。こじ開けたのはいいものの、元に戻せず、兵器を壊すケースも目立っています。例えば、韓国空軍の主力戦闘、陶器 F15K の場合、費用部を除くパーツをアメリカから持ち込み、韓国企業が組み立てるのですが、 韓国の技術的未熟さゆえにトラブルが続出しました。自衛隊では考えられないような墜落件数が複数発生し、残念ながら多くの乗員の命を失いました。しかし、技術を向上させるためには失敗をタレとしてコツコツと研究を積み重ねるしかありません。現に日本はそれを昔からやってきました。ところが、韓国はすぐに答えを求めて、 ブラックボックス指定の暗視装置を分解してしまったのです。それを分解されてしまっては技術が簡単に盗めそうですが、ブラックボックスは再起されており、分解したことがすぐにアメリカ側に知られて激怒されるというお粗末な結果に終わりました。しかも韓国が不正流用したアメリカの技術は、対艦ミサイル、対空ロケットシステム、戦車など最低でも 20種類前後、アメリカが韓国に F35 の技術を提供したがらないのも当然ですね。多くの協定を破り、簡単に技術を盗もうとする韓国と日本の違いや、国際的な信用度合いは明らかでしょう。さて、ここまで韓国の F35 保有について解説してきましたが、国産戦闘機の開発が進んでいるのをご存知ですか各国とトラブル続きの戦闘機を、 もう自国で開発してしまおうというわけですね韓国が開発中の戦闘機は KF-21 と呼ばれ2022年7月19日はなんと初飛行に成功しました KF-21 は FA-18EF スーパーホーネットやユーロファイター台風といった第4世代戦闘機と F-22 ラプターや F-35 ライトニング2といった第5世代戦闘機の間にある第4.5世代プラスアルファの性能を持つ先進的な戦闘機になると言われています。そして同期がデビューを果たせば、韓国は中国に次ぐアジア2カ国目の実用戦闘機開発国になることも示唆されており、 非常に期待が高ままっていますところが、すでに何点か問題も指摘されています。やっぱりかとある意味期待を裏切らない韓国ですが、人のの命を乗せるのでですすから問題は避けたいところです例えば今回の試験飛行では、KF21 は時速比 400km ほどで飛行しましたが、実はこの速度、第二次世界大戦時に活躍した日本の戦闘機、デ戦よりも 遅い速度なのです。冷戦が初めて日本海軍に採用されたのは昭和15年、1940年のこと。冷戦の最高時速が 565km であるのに対し、KF21 は足元にも及びません。冷戦が開発された時代、日本は台米8の戦争に踏み切るのか、和平を模索するのかという緊迫した時代でした。 その一方で中国大陸では日本は中華民国と激しい戦争を繰り返しており、その中で活躍できる戦闘機が開発されました。開発要請を受けた詳しい内容は頑丈で強力な武装を持ち日本から離陸して中国大陸まで爆撃機の護衛任務をこなし、さらに帰還できる長大な航続距離、そして常識外れの運動能力を備えるものでした。 当時の常識では日本側の参拝が予想されるほど劣勢の状況でしたが、結果として13機の変異体が中国軍機27機を全機墜落させた逸話があります。しかも日本側には被害者は南無という奇跡的な戦果を収めました。話を KF21 に戻しましょう。たとえ冷戦より最高時速が劣っていたとしても、もちろん今回はあくまで試験飛行。 今後の最高速度は時速 2200km になる予定とのことですが、韓国クオリティの戦闘機が果たして期待通りのスペックになるのか、現段階でははっきりとしたことはわかっていません。またそもそも韓国の軍関係者や専門家の間では航空先、深刻でもない韓国が莫大な費用と時間を費やして戦闘機を作る必要があるのか。 未検証の自国製戦闘機を作るより実績のある米国の戦闘機を購入した方がはるかに安くて安全だとの KF21 不要論もあります。また KF21 は先ほども紹介した通り部分的にステルス機能を搭載した第4.5世代戦闘機ですがアメリカが第6世代を開発している中で果たして何年活躍できるのか疑問です。 さらに部品の国産率が65%程度で国産戦闘機と言えるのかという点も指摘されています。試験飛行のあった2022年7月には韓国がアメリカから F35A 戦闘機を約20機購入する方針であることも報じられました。追加分は2030年までに韓国軍に納入される見込みです。その頃には KF21 も正式に運用されているはず。 この F35 の追加購入は KF21 の性能が未だ不十分だと認め、世界に知らしめているように見えるのですが、皆さんはどう思いますかまた、F35 を保有し続ける以上、韓国にはアップデートとメンテナンスの問題が付きまといいます。日本に頭を下げてくるのか、別の手段を取るのか、今後の動向が気になります。日本の恐ろしいところは、 F35 級の戦闘機をいくらでも独自で開発できること。アメリカの意向を伺って開発しないだけで計画自体はあるはずです。現在のアメリカのステルス戦闘機にも日本独自の技術が多く適用されています。韓国の国防予算は日本と同じくらいのはずなのに、海空軍力の差がどうしてこんなに大きいのでしょうか。特に海軍力は超得られない壁です。 兵器はもちろんのこと、兵士の質も違うのでしょうか。そもそも韓国に F35 は必要なのでしょうか。北朝鮮を抑止するのに役立つのでしょうか。単に日本の真似をして買ってみたものの、持て余しているように見えますね。KF21 が本格的に運用される頃には、他の国々は次世代の戦闘機を持っているでしょう。韓国はいつも遅れています。 KF21 はすでにいくつか問題点を指摘されていますが、とりあえず韓国政府は2026年からの量産開始を目指しているそうです。しかし、量産する上で障害になるのが、KF21 の共同開発国であるインドネシアの消極的な姿勢です。インドネシアは開発費の20%を負担する契約だったのに、予算不足を理由に分断金の一部を一部を滞納しています。 韓国政府はインドネシア側の協力の意思は強く、近く解決すると期待していると話していますが、水面下での話し合いは進んでいないよ。うです。2022年2月には、インドネシアがフランスの戦闘機ラファールの購入を決めました。KF21 に払うお金はないのに、ラファールを買うお金はあるんですね。共同開発の相手からも見放されているようですが、 果たして KF21 は実用化にこぎつけられるのでしょうかそれでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよろしければ高評価ボタンを押していただきシェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。